はい、外国人気ごと、ジョンフランスカムタです。本日は京都のロン・ディ・サンティスについて話していきたいと思います。2024年大統領選まで1年以上ありますが、アメリカは選挙シーズンに突入しようとしています。京都はもう半年もしないうちに、大統領選に向けた最初の討論会がウィスコンシン州で実施される見込みで、2024年大統領選はもうすぐそこまで来ていると言えます。民主党からはバイデン大統領が再選を目指して出馬表明することが確実視されています。京都からは現在、 トランプ前大統領、元国連大使のニッキー・ヘイリー、実業家のビベック・ラマスラミラガが大統領選への立候補をすでに表明しています。その他、共和党内からはペンス副大統領やポンペオ元国務長官の出馬もささやかれています。しかし、今挙げた共和党候補以外で出馬宣言をしていないのにもかかわらず、最も注目を集めている政治家がいます。フロリダ州知事のロン・デサンティスです。 昨年の中間選挙で思うように議席が増えなかった共和党ですがその中で異彩を放ったのがデサンティスでしたデサンティスは接州だと思われていたフロリダ州知事選で相手候補20%近く引き離して大勝し一躍有力な大統領候補の一人として数えられるようになりましたデサンティスは知事として推し進めてきた保守的な政策の数々またトランプと違ってスキャンダルに見舞われておらずトランプの攻撃性も兼ね備えています そのことが評価されデサンティスはトランプ派と反トランプ派からの支持を集める珍しいタイプの政治家ですまたそのことが関係してか昨年中間選挙以降発表された世論調査の数字によるとデサンティスがトランプと共和党内の支持で肉薄しているものもあればデサンティスが上回っているものも出てきていますデサンティスは現時点で出馬を表明していませんがフロリダ州議会の日程終了後に大統領選に参戦することが見込まれています また、数週間前に共和党及び世の1回目が行われるアイオワ州に思えたことは、事実上の出馬の意思表明だというふうに受け止められています。しかし、デサーテスは本当にトランプに勝つことができるんでしょうか。共和党は未だにトランプの影響力が根強く残っています。昨年中間選挙はトランプ派の候補が多く擁立されたことが共和党の範囲として挙げられましたが、本質に勝つ見込みのない候補を勝たせることができるトランプの影響力の強さをこれは表しています。 トランプはデサンティスを自身の再生を阻む最大の脅威として捉えています。連日のようにトランプは SNS 上でデサンティスについてあることないことを呟いたり、また下院議員時代にデサンティスが主張していた社会保障削減についての批判を繰り広げています。 それがこう想してかトランプのデサンティス批判が強まったあたりからデサンティスの支持率は低下し始めているとの分析をニューヨーク・タイムズがしていますまたデサンティスはトランプだけではなく他の共和党候補のみならず反トランプ層からの批判にも直面しています先日デサンティスはウクライナ戦争の重要性を低く見積もる発言をしましたその発言をしたところ集中砲火はディサンティスは浴びています反トランプ層からプーチの犬であると 罵倒されまたヘイリー日記ヘイリーからデツナンティス首長完全に。 間違っってていいるという批判も飛びかかってきましたトランプ以外の共和党候補にとってデサンティスは格好の的のように思いますトランプを批判するのは怖いが目立たなければならない候補にとって党内のナンバーツーに位置するデサンティスを攻撃するリスクは低くまたリターンが高い戦術のように思いますデサンティスは現在ジレンマに直面しています共和党の予備選で勝つにはトランプを批判しなければなりませんがそうすればトランプは何倍にして反撃に出ることになり 党内のガンマチー層はデサンティスが逃げてしままうことになります一方トランプ派を取り込もうとしてウクライナ政策などでトランプ寄りの姿勢を取れば反トランプ層の批判を招きトランプ以外の候補の中にデサンティスは埋もれてしまいますデサンティスが本格的に大統領選に参戦するのは先のことですが今のままでは出馬表明をする前に息切れとなりそうな予感がしますご清聴ありがとうございました